あの、桐生さん、早速相談してもいいですか？ああ、もちろんだ。どうかしたのか？実は、前のお店の同僚が近くの店で働いてるみたいなんです。前の店の？あの、カナのことを嫌ってた連中の一人か？はい、あの後、他のお店から声をかけられてこっちに来たみたいなんですけど、あまりうまくいってないみたいで、そこの店長さんにいつも脅されてるそうなんです。おお、そうなのか。だが、もうカナとは関係ないんだろう？そうなんですけど、気になっちゃって。見て見ぬふりをするのも嫌じゃないですか？何かしたいなとは思うんですけど、私どうすればいいと思います？そいつに聞いてみるのが一番じゃねえのか？え？こうやって俺と話しててもそいつのことなんてわからねえんだ。勇気を出して直接話して、助けてほしいって言うなら助けてやる。それが一番じゃねえか？そうですね。私、勇気を出して話しかけてみます。まだ嫌われてるかもしれないけど、その時はその時でほっとけばいいんですもんね。ああ、その通りだ。悩んでいるより行動する方がかならしいぜ。はい、桐生さんに相談してよかった。ありがとうございます。しかし、自分を嫌ってた奴のことを心配するなんて、カナはお人よしだな。そんなことありません。もう同じ過ちは繰り返したくないと思ったんです。同じ過ち？前のお店で私は最年少で、周りは全員先輩だったので遠慮しちゃって、ちゃんと向き合わなかったんです。もっとこうした方がいいとか、もっとちゃんとやりましょうとか、思ってることはいっぱいあったけど、喧嘩したくないし、何も言わずに我慢してました。そうなのか。でも、その積み重ねでお互いすれ違いになって、結果的に前のお店はまとまりませんでした。昔はそれはあの人たちのせいだと思ってた。でも今は自分の責任でもあったなって思うんです。ちゃんと勇気を出して向き合っていれば、前のお店でも今みたいに楽しくできたかもしれないって。かな。立派に成長したな、かな。少しは大人になれたのかな。でも成長できたとしたら、キリュウさんたちのおかげです。ユキさんも小雪ちゃんもキリュウさんも、一人の人間として私を見て向き合ってくれた。だからこそ気づけたんです。時に喧嘩しても傷ついても向き合わないとダメなんだって。ふん、そうだな。今のお前なら前の店でもうまくやれそうな気がするぜ。ありがとうございます。あ、でもフォーシャインはやめませんからね。ああ、やめさせないさ。それにしても、今日はカナの成長を感じる日だったぜ。そうですか？自分ではよくわからないですけど、そう言ってもらえるなら嬉しいです。このまま成長し続けて、将来的にカナはどんな感じになるんだろうな。どうですかね。自分としては10年後ぐらいにはキャバ嬢以外の仕事についていそうな気がしてます。おお、なぜそう思うんだ？私、背も小さいし、もっと綺麗な子はたくさんいますから、超一流にはなれないと思ってるんです。だからどこかで見切りをつけて、もっと自分に合う仕事を探すのもいいかなって。もちろん今は楽しいですし、キャバ嬢でいる以上は全力で頑張りますけどね。
カナが超一流になれないことはないと思うが、まあカナまだ若いんだ。可能性はいくらでもあるさ。じゃあ逆に桐生さんから見て、私は10年後どうなってると思いますか？意外とフォーシャインの店長になってたりしてな。店長？私がですか？ああ、カナは真面目だし、皆のことを気にかけてくれる。その性格は店長にも合っていると思ってな。なるほど、確かに私は裏方向きの性格なのかもしれませんね。ちょっとそれもいいかも。本気になったら相談させてくださいね。ああ。ああ、でも私が継ぐってことは桐生さんが辞めちゃうってこと？それは嫌だな。あ、そうだ、代わりに桐生さんがキャバ嬢をやるのはどうです？おいおい、勘弁してくれ。意外と人気出ると思うけどな。はあ、桐生さんにいろいろ話してすごく気持ちがすっきりしました。そうか、それはよかった。俺もカナと話せて楽しかったぜ。はあ、いっぱい話してたらお腹が空いてきちゃった。結構長く話しましたね。そうだな。不思議だな、桐生さんと話してると時間が経つの忘れちゃう。この前恋愛は当分いいとか言っちゃったけど、桐生さんみたいな彼氏なら欲しいかな。俺も気持ちは同じだぜ。え、それってどういう？俺も時々思うんだ。俺みたいな彼氏なら欲しいかもってな。そっちかい。もうどんだけナルシストなんですか、桐生さんは。冗談だ。カナは本気で受け取ってくれるから冗談の言いがいがあるな。本当に勘弁してくださいよ、せっかく勇気出したのに。すまんすまん。しょうがないな、やっぱり桐生さんと話してると面白い。ここ超うまいんだけど。さすが桐生さん、いい店知ってんじゃん。お酒が進むわ。普段から酒はよく飲むのか？うん、プライベートでもよく飲むよ。一人飲みよりは誰かと飲むのが多いかな。それだけ飲む機会が多いってことは結構酒も強そうだな。まあね、でもそれ言ったら桐生さんも相当強そうじゃね。あ、そうだ、せっかくだしどっちが先に酔っ払うか勝負しようよ。面白そうじゃん。いいだろう、今日はとことん付き合うぜ。
ガンガン酒持ってこい。マジで？さすがキリュウさん、ノリいいね。そういう男気ある人超好きなんだけど。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやるぜ。へへ、絶対負けねえし、キリュウさんとは楽しくやっていけそうだな。普段からガンガン飲んでるみたいだが、酔いつぶれたりはしないのか？最近はないかな。でも昔は結構酔いつぶれて記憶なくしたりしてたよ。記憶をなくす？うん、目覚めたら知らない場所にいたり、あと電柱に抱きついてキスしてたこともあったし。電柱に抱きついてキス。よし、今日はアイカを絶対に酔いつぶす。キリュウさん、酔いつぶしてキスさせようと思ってんじゃないの？さあどうだかな。でも、もし今日酔いつぶれちゃったら、もっとすごいことしちゃうかも。ほ、おう、うん。キリュウさん、今何妄想してたの？それは秘密にしておこう。前の店と比べてフォーシャインはどうだ？結構違うものか？だいぶ違うよね。女の子がみんな楽しそうにしてるところが一番でっかい違いかな。前の店は楽しくなかったのか？楽しそうに見えたか？もちろんお客さんと飲むのは楽しかったし、悪いお店じゃなかったとは思うよ。でもノルマだの売り上げだのいろいろ厳しくてさ、無理やり盛り上げて飲ませる的な指示も多いし。なるほどな。愛花の性格だとそういうのは気に入らないかもしれないな。そうだね。私こういう性格だから嘘とかつけないし、自分の気持ちに正直でいたくてさ、もっと変な縛りにとらわれずに自由に純粋に楽しめる場所がいいなって思った。だから放射員はすっごいやってると思う。店長もマジで素敵だし。うちの店は縛ることはしないつもりだ。愛花らしく自然体で楽しんで働いてくれ。俺たちが楽しくないと客もきっと楽しめないと思うからな。キリュウさん、やっぱ超かっこいい。私も同じこと思ってたし。私裏表あるような器用な性格じゃないから、自分に正直にまっすぐな接客していきたいな。ああ、店としても可能な限り応援させてもらう。サンキュー、キリュウ店長。そういえば、なんでアイカはキャバ嬢を始めたんだ？なんでだと思う？ただ酒を飲むためか？違うし。まあ違うとも言い切れないけどさ。冗談だ。で、本当のところはどうなんだ？転職だからかな。うん？私はもともと裏表ないっていうか、思ったことをすぐ言っちゃうような人間じゃない？だから逆に本音と建前使い分けてなんぼの今の世の中ってちょっと生きづらいんだよね。でも飲みの間ではさ、酔うとみんな自分の気持ちに素直になっていくじゃない？裏表や嘘、建前、そういうのがなくなってその人の本当の顔が出てくる。そんな世界が私には居心地がいいんだよね。
だから天職だと思う。こんなの変かな。なかなかそんな子はいないから、変といえば変かもしれない。だがすごく愛らしい答えだと思うぜ。ありがとう。私にとってはそれめっちゃいい褒め言葉だよ。私は私らしく超まっすぐに仕事するから、よろしくね。ああ、俺もそれを受け止められるよう頑張るぜ。クラバトルスタートです。さあ、ついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。勝負です。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。果たして新チャンピオンは誕生するのか。当社に来ちゃいます。また来ちゃったよ。盛り上がってきたわ。
助けを求めてるように見えますが、助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。当社員店長、さりげなくフォローします。失礼します。ごゆっくりどうぞ。当社員、売上が50万円突破。会計ですね。以上で。ご延長ありがとうございます。カナです。よろしくお願いします。どうもです。かわいいな。いらっしゃいませ。また来たね。面白いです。会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。当社員フィーバータイムだ。最高だ。当社員売上が100万円突破だ。ここで1分が経過しました。はい、カです。よろしくね。どうも。ピチピチやな。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。盛り上がるね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。お待たせしました。一品さんやないか。よろしく。よろしく。当社員フィーバータイムだ。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。ようこそ。また来ちゃったよ。楽しいよ。小雪です。よろしくお願いします。今日は楽しみましょう。面白いね、君。お願いします。お願い。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。失礼します。ごゆっくりどうぞ。絶対また来てください。ようこそ当社に。すごいよ。素敵だよ。盛り上がりましょう。お願いします。お会計ですね。ここで2分が経過。お待たせしました。かわいいな。当社員フィーバータイムだ。いらっしゃいませ。楽しい。お会計ですね。今日はありがとね。最高だよ。人事とかないのかね。お願いします。お会計ですね。また来てくださいね。よろしくお願いします。いいじゃないか。ようこそ当社員。残り時間はあとわずか。よろしく。面白いね君。
お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。当社員売上が500万円突破だ。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。盛り上げかわいい。いいよ、盛り上がっていきます。お願いします。助けを求め、おっと、行くぜ。いかにもお金持ちな方がご来店だ。楽しいですね。フォーシャイン最高。終了。果たして勝負の行方は。俺たちの勝利だ。
か。